第4節安静練習目を軽く閉じて気持ちが落ち着いているという言葉を心の中で繰り返しますこの言葉を背景公式と言いますこの背景公式が自立訓練法の出発点となりますこの言葉を心の中でゆっくり唱えるとリラックスした姿勢をとっている体の中に背景公式の言葉がゆっくり染み渡って 心がリラックスして落ち着いている状態を作り出していきます。早く結果を得ようと焦る必要はありません。無気になって心を落ち着かせさまと焦ると逆効果でかえって害があります。病気の人は早く効果を出したいと焦ることが多いのですが焦りは禁物です。早く落ち着いた状態を体験しようと むやみに力でで頑張りすすぎないことです気持ちを落ち着けよう落ち着けようとするとかえって落ち着かないことの方が多いのですこれは目的意識が強くなりすぎて逆に緊張してしまうからですこのような心理現象を「努力逆転」の法則と言います自立訓練法は気持ちを落ち着かせる訓練ではなく すでに落ち着いている状態を自覚する訓練と考えてください。ですから、言葉としては、気持ちが落ち着いているという言葉が必要なのです。気持ちが落ち着くとか、気持ちを落ち着けようとか、気持ちが落ち着いてくるなどという言葉では効果が得られません。気持ちが落ち着いている状態をイメージして、気持ちが落ち着いていると自己暗示をかけるのです。 リラックスするということは心の底から気持ちよく感じることで理屈や理論ではありません絵で例えればこのような面の分割や線の角度が美しく感じるとかこのような色の配色が美しく感じるとかいう感じ方が理屈や理論で美しいということです心で感じる美しさとは言葉での表現は不可能で言葉では心に ぐっっとと迫ってくるというようよな表現しかできず、実際に自分で経験して体得するしかありません一世を風靡した韓国ドラマ「冬のそなた」に「本当に愛している時はどこが好きかなんて言葉に出して言えない」という名台詞がありましたが心に感じることは言葉には表しにくいものなのです心をリラックスさせるためには次のような恐怖があります A イメージ・心臓を利用する方法気持ちが落ち着いているという状態を具体的に心の中に思い描きます心が落ち着く状態は個人によって違うと思いますが静かな湖畔に腰を下ろして美しい風景を眺めている場面や温かい温泉に浸かってのんびり手足を伸ばしている状態や 穏やかな春の日差しを浴びて野原に寝そべっているのんびりした雰囲気などを具体的に思い浮かべます鮮烈な夏の太陽や燃え上がる日のような刺激的なイメージは酒心が沈静化してしかも心地よい情景をイメージします B 雑念への対処法トレーニングの始めから心が落ち着くようなイメージを持てて 高度な安静状態に入れる人はまれで多くの人は雑念に悩まされますしかし雑念が現れるのはむしろ当たり前の現象です雑念を消そうとすればますます雑念にとらわれてしまいますむしろ雑念は浮かぶに任せて念仏を唱えるように淡々と気持ちが落ち着いているという言葉を繰り返し唱えればいいのです 雑念を取ろうとすると余計に雑念に悩まされるのは不眠症の時に眠ろうと努力すると余計に頭が裂いて眠れなくなるのに似ています睡眠は一種の意識消失状態ですから眠ろうとする意識がある時は眠れるはずがありませんまず眠ろうとする努力を放棄することが大切です雑念も同じで雑念を取ろうと努力を放棄することが 雑念を消すす。近道となります C 自立訓練法のポイント受「受動的集中」「受動的集中」というのは緊張せずリラックスして集中するという意味です。心を落ち着かせようと意識して頑張るのではなく環境や体を集中できる状態において自然に心が落ち着く条件を整えた上で心が落ち着くのを気長に待つという態度をとります。これは スポーツの大会で緊張しすぎて硬くなると逆にいい記録が残せず緊張しながらもリラックスする状態を作り出すことがいい記録を出すのに重要であるのと似ています。これは自立訓練法の重要なポイントです。普段から私たちは能動的に集中するのは慣れていて努力し頑張って一点に集中しようとします。しかし 自立訓練法で効果を上げるためには反対に受動的に集中しなければならないのですこの受動的集中という一見矛盾したような心理状態を作り出すことが大切です現代人は常に忙しくあれこれ考えすぎたり風呂へ入ってもゆっくり湯船につかろうともせずせわしく動き回りますテンポの遅い音楽をのんびり聴いているか 程よい温度の湯にゆっくり浸かっている状態をイメージするといいでしょうまたゆっくり深呼吸して呼吸の数を数えるのもいいでしょう受動的になるに任せながらも集中して物事を行うという心の状態をいつも心がけるのです仏教には自力本願の教えと他力本願の教えがあります 密教や禅のように厳しい修行をして悟りに達する宗派を自力本願と呼びこれらの宗派では自らの力で能動的に悟ろうとしますこれに対して浄土宗や浄土真宗等は南無阿弥陀仏と念仏を唱えてすべてを仏にお任せして受動的に救われることが悟りに至る道であると説きますこれは悟りに至る道であると説きます どちらの方法が正しいということではなくどちらも有効な精神療法の方法論なのです自立訓練法は他力本願的方法論ですから自力でリラックスしようと力まず全て成り行き任せにしてなるようになるさという意識状態で訓練を行うことが大切です T 練習時間と消去動作練習時間は初めのうちは 全工程を1回5分くらいで、1日3回くらいが適当です。初期では、1回10分以上は必要ありません。練習が済んだら、次の消去動作を行います。自立訓練法は、軽い睡眠状態に似た意識状態となりますので、終了してから急に動くと害があります。眠りから急に起こされて動くことを強要されると、 誰でも気分が悪くなり体に無理がかかるのと同じです。運動後の生理体操に相当します。消去動作は以下の動きをゆっくり行います。自立訓練法の消去動作1両手を5から6回握ったり開いたりします。2腕の屈伸運動を5から6回して手首と肘と肩とを動かします。三上肢を強衛して。 2から3回大きく背伸びをする。4大きく深呼吸を2から3回行う。5目を開き、数回まばたきする。